皆さんこんにちは。今日は今話題のウォン・ジョンヨのコスメをレビューしていきます。最後に買うべきトップ3も紹介するので参考にしていただければ幸いです。まず品切れが続いているのがトーンアップベースです。ピンクとイエローの2色が発売されていて、ちょっと小さめのサイズに SPF44、PA3+の日焼け止め効果があって、でも紫外線吸収剤不使用となっています。テクスチャーはちょっと固めのクリームタイプです。最初は柔らかに伸びてくれて、でもある程度伸ばすとちょうどいいトーンアップのところで伸びが止まってピタッと密着します。明るくなりすぎない自然なトーンアップです。保湿力に関してはしっとりするけど、そこまで高保湿のタイプではありません。表面がサラッとしていて厚みが出ないので使いやすいです。1番ピーチピンクは血色が出るくらいの自然なトーンアップ効果があって、2番ライムイエローはピンクよりも明るさが出るので、より華やかに明るくしたい方や肌の赤みが気になる方に向いています。続いてはヌードアイラッシュです。これは本当にいいマスカラだと思います。結構話題にもなっていると思うんですが、繊維が入っているタイプでしっかり長さを出してくれて、液は透明感があるのでまつげにポテッとつかなくてダマにもならないのに、カール力がキャンメイクのクイックラッシュカーラー並みです。ナチュラルなまつげが好きな方なら、マスカラに求めるもの全部の良さが詰まっているマスカラだと思います。セザンヌと結構似ていますが、比べると繊維の多さはセザンヌの方が多いので長さは出やすいです。でも透明感とカール力はウォン・ジョンヨの方が強いと思いました。2番のシアーブラウンはニュートラルなダークブラウンで、3番のシアーグレーはグレーというよりは淡い薄いブラックです。ブラックのマスカラをつけると濃く見えてしまう方や、明るめのカラーとか淡い色が得意な方はほとんど地まつげのような抜け感が出るので、3番はかなりおすすめです。ボリュームは出ませんが、長さのあるナチュラルな目元が好きなら絶対買うべきマスカラだと思います。ちなみにお湯だけでは完全には落ちなかったので、しっかり落としたいなら専用リムーバーが必要です。3つ目はモイストアップレディースキンパックです。こちらは洗顔をした後すぐ使うメイク前の潤いチャージ用のパックで、忙しい朝でも簡単にメイクのノリを良くしてくれます。形は使いやすいスクエアで、私は両頬につけて3分から5分ぐらい置いて、最後におでこや鼻、顎などを拭き取るように使うことが多いです。柔らかくて薄いのでしっかり肌に密着してくれます。メガネをかけているとスキンケアはしにくいんですが、部分パックはとっても便利です。液はね、さっぱりした感じで、単体だと保湿力はそこまで強くないので、化粧水や乳液、クリームを重ねてください。まだニキビ治療中で少しだけピリピリした感覚はあったので、敏感肌さんよりは乾燥肌さんだったり脂性肌さんにおすすめです。最近は朝しっかりスキンケアするとメイクも綺麗になるし、乾燥崩れがかなりマシになると感じているので、このパックはかなりいい商品だと思いました。4つ目はアイシャドウとチークのパレットです。ピンクグレー系の1番とコーラルブラウン系の2番の2色展開で、全色アイシャドウとして使えて、ダイヤ型の部分はチークとしても使えるように設計されています。テクスチャーは柔らかな印象になるふんわりマットと、パールで濡れたような輝きをプラスさせるきらめきグリッター。2番には目元にツヤと立体感が出せる繊細シマの3種類が入っています。マットは指に取るとしっとりしているんですが、塗るとサラサラで、ちょうどロム&などのマットシャドウとエクセルのしっとり系のアイシャドウの間のイメージが近いかなと思います。セザンヌのベージュトーンアイシャドウとか、キャンメイクのシルキースフレアイズのマットの質感に近いです。粉飛びもないし、色がボテッとつくこともなく、ブレンドもしやすいです。仕上がりに関しては少しツヤが出るような透け感のあるサテンの質感が一番近くて、発色は薄めで薄く重ねていくことでグラデーションを作るタイプなので、ナチュラルだけど陰影のあるメイクができると思います。1番ソフトモーブピンクは上段左からホワイトのシルバーのグリッターに、温かみのあるアプリコットベージュ、ソフトなピンクベージュ、ライトなクールトーンピンク、イエローがかったトープブラウン、ダークなピンクブラウン、チークはブライトピンクという配色です。ブルベさん向けのパレットではありますが、どちらかというとブルベ夏の方の方が使い勝手はいいのかなと思います。2番トレンチブラウンは上段左から繊細ラメのシャンパンゴールド、オレンジベージュ、トープピンク、パールの質感のベージュオレンジ、温かみがあるピンクブラウン、オレンジがかったダークブラウン、
チークカラーはコーラルピンクです。こちらはイエベさん向けのパレットですが、全体的に明るめのカラーが多いので、イエベ春の方の方が使いやすいかなと思います。使ってみて思ったのは、クールトーンパレットなのにコーラルが入っていたり、ウォームトーンパレットにトープグレーが入っていたりして、あまり組み合わせない色だけど合わせるとおしゃれっていうのが他のパレットとは違って気に入っているポイントです。あと質感も韓国で人気の重ねて色をつけていくマットシャドウの良さと、日本で人気のパール感のあるツヤっと華やかなテクスチャーの良さの中間で、ブランドともマッチしている気がして、その点もこのパレットが気に入っている理由です。5つ目はフィクシングブラーパウダーです。私が持っているのは2番のプレーンベージュで、ふんわりぼかしてカバーする繊細なパウダーが肌に溶け込み、滑らかで透明感のある肌にしてくれるそうです。パフ付きでメッシュネットがついているので粉が出すぎないし、持ち運びにも良くて考えられたデザインだと思います。色付きなのでしっとり系のパウダーかなと思っていましたが、驚くほど繊細で粒子の細かい粉質でした。シワとか毛穴のデコボコに入り込んで表面をサラッと見せてくれます。本当にサラッサラになりますが、乾燥してパサつくわけではなくて化粧崩れもしにくいです。使用感はイニスフリーのノーセバムパウダーに近いけど、よりふんわりと見せてくれて、崩れにくさにこだわりのあるパウダーだと思います。続いてはリップステッカーです。とろけてフィット、色持ち続く高発色ステッカーリップということで、パッケージはクリアピンクで繰り出し式になっています。リップバームではなくて一塗りで元の唇の色をカバーしてくれるくらい、かなり高発色なのにツヤ感が綺麗です。持ちに関してはティントではなくてステッカーラスティング処方で、フィックスオイルが唇の水分でゲル化してカラーを閉じ込め、唇の表面に密着するというケイトのリップモンスターと似た表現がされています。実際につけてからマスクをして食事を一度含めて8時間がこちらです。私が持っている2番は温かみのあるニュートラルなベージュピンクで、イエベ春の方やブルベナスの方によく似合うと思います。4番はブラウンがかったダークなローズパープルで、ブルベ冬の方に向いている色味です。クリーミーで高発色、ツヤもとっても綺麗なので試してみる価値はあると思います。7つ目はクッションです。崩れにくいタイプのラスティングとツヤの出るグロータイプの2種類があって、ラスティングは反射が抑えられているパッケージ、グローは鏡のようになっています。共通しているのは SPF50+ PA3+ と日焼け止め効果があること、あと少し香りがインクっぽいです。でも強すぎるとは全く感じないし、肌につけると気になりません。まずラスティングを塗ってみると、1回塗るだけで肌の赤みはかなりしっかり隠してくれて、仕上がりはセミマットで厚塗り感は一切出なくて自然かなと思います。今まで使ってきたクッションの一番強いカバー力を100とすると70くらいのカバー力です。軽い赤みとシミは隠してくれて、でも薄くて密着感があります。水分と油分のバランスを整えて崩れにくいっていうことなんですが、パウダーをしてからマスクをして8時間後がこれくらい。寒い日に外に出ていたのでちょっと乾燥している感じはあります。グロータイプも塗ってみると、こちらは 2,3 回重ねてラスティングと同じカバー力になるぐらい、すごいツヤっていうよりは自然で控えめなツヤ感があります。軽くて伸びもいいし、仕上がりはとっても綺麗です。グロータイプはせっかくツヤがあるのでパウダーを薄めで8時間過ごしたのがこちら。どうでしょうか。やはりこちらも乾燥して崩れている感じはあります。でもツヤタイプのクッションでなるべく避けたいドロッと崩れではないので、その点は嬉しいポイントです。どちらもね、かなり好きなクッションでした。最後はドローイングライナーです。目尻も目の際も狙い通り、濃密発色リキッドライナーということで、ウォータープルーフとスマッチプルーフになっています。色は3番のグレージュです。描いてみると発色はこんな感じ、ちょっと黒っぽいところと薄いグレーっぽいところがあります。乾かしてからこすってみるとしっかり落ちないです。にじみにくいし描きやすいアイライナーだと思います。ただ他の商品がすごくいいものが多いからか、正直感動レベル的にはめちゃくちゃ高いっていうわけではないかなと感じました。最後に一番おすすめしたいトップ3を決めるとすると、1位はマスカラです。マスカラを選ぶ基準がカール力っていう方なら絶対使ってみてほしいと思います。しかもこれは長さも綺麗に出てくれるので、ナチュラル派の方は本当に気に入るはずです。2位はアイシャドウチークパレット。これもナチュラルなメイクが好きな方に向いているパレットで、透け感のあるカラーを重ねていくことで自然にグラデーションができます。他
他のパレットにはない魅力を感じる商品です。3位はクッションかパウダーで、正直かなり悩んだんですが、どちらかというとパウダーの方がおすすめしたいと思います。微粒子でシワに入り込んでくれて、表面がかなりサラッとして崩れにくいし、メッシュ付きで使いやすさも考えられているので、春夏崩れやすい時期にも使いたいです。この動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。